よく来たな。コースの下見はしなくていいのか。もうやってきた。早めに着いたから一回りしてきたんだ。だったらルール説明だ。スタートは同時、ゴールは三つ目の橋を渡り切ったところ。先にぶっちぎった方が勝ちだ。それでいいな。じゃあ始めるか。じゃあ行くぞ。あれをどこで仕掛けるか、そのタイミングが重要なんだ。それだけ早ければ文句はねえ。上等だぜ。俺にしたって望むところだ。いいラインだ。地元の俺が見ても惚れ惚れする。全くと言っていいほど隙がない。このまま逃げ切れると思うなよ。なんてやつだ。この難しい峠を難なくクリアしていきやがる。手ごわいぜ。生半可な仕掛けは通用しない。うまいぜ。ものすごいテクニックだ。クソ、絶対捕まえる。まるで峠センスの塊みたいなやつだぜ。いろは坂をまるで縫うように駆け抜けていく。早いぜ。ここだ。行け。甘いぜ。地元走りについてこれるわけがねえ。今しかない。行くぜ。ラストまで張り付いてこれるか。このまま一気にゴールまで突っ走るぜ。ゴールは近い。蹴りをつけて。この勝負勝った。しまった。うまく避けてくれて礼を言うぜ。おかげでどこもぶつけずに済んだ。これは親父の車だから、できればへこまさずに返したかったんだ。俺も同じですよ。前に一度その車にアキナですれ違ったことがある。俺その瞬間に思ったんだ。これは叶わない相手かもしれないって。お前の親父さんと勝負するわけでもないのにな。そのくらい強烈な印象だったよ。まあ結果的に負けたわけだから予感が正しかったってことだろう。地元で負けたのはショックだけど、いい体験させてもらった。
すごいよ、お前とお前の親父は。またどっかでやろう。腕磨いとくわ。じゃあな。